皆さんこんにちは、ゆずきゆかりときずなあかりです。あかりさん、今日はまず楽しくゲームでもしてみない？いいね。どんなゲーム？今から見せるものの共通点を当ててみて。それじゃあ行くわよ。はい。いくつかわからないものもあるけど、多分米津玄師かな。ご名答。では次の問題。はい。これは何だろう。レモンとおはじきと香水と石鹸と本だよね。それだと1年待ってもわからない。正確には黄金色に輝く恐ろしい爆弾のようなレモンとビードロという色ガラスでタイや花を打ち出してあるおはじきと、天下なロココ趣味の浮き模様を持った琥珀色や翡翠色の香水瓶と石鹸と、怪奇な幻想的な城のように積み上がった本よ。ねえ、聞いてるの？うん。で、答えは何なの？答えはレモンよ。え、なんで？レモンの共通点がレモンっておかしいよ。レモンじゃなくて、レモンよ。ということで、本日紹介する本はこれ。梶井元次郎のレモンは、みんな一度は読んだことがあるんじゃないかしら。それくらい有名作品だと思うし、ゆうこちゃんの学校では国語の授業で扱ったそうよ。そんなレモンの読みどころは2つあって、まず1つに表現の豊かさが挙げられるわね。さっき紹介した表現以外のものだと、みすぼらしい街のことを雨や風が蝕んでやがて土に帰ってしまうといった趣のある街と表現しているし、レモンの色についてはレモンイエローの絵の具をチューブから絞り出して固めたようなあの単純な色と書いてあるわ。通常私たちが視覚や触覚から得た情報を他者へ伝達するとき、当たり前すぎてつまらないものになったり、逆に誇張しすぎてがっかりすることがある。それに対し梶井は目に映る面白いものをそのまま面白いと表現していて、読んでいて楽しいのよ。今紹介した例以外にも五感を刺激する表現がたくさんあるから、自分の目でも確かめてみて。2つ目の読みどころは、不吉な塊の正体を考えていくところね。あれ、そんな話だったっけ？いいえ、ただ梶井が作品を通してそういうメッセージを伝えていると感じたのよ。小説の冒頭で得体の知れない不吉な塊が私を押さえつけ、喜びを素直に感じられないことを語っている。そして結局、病気でも借金でもなく、この不吉な塊が厄介であるとし、主人公とレモンのストーリーが始まる。ねえあかりさん、今何か不安に思うことはあるかしら？今回あかりのセリフが少ないのは、もしかしてあかりの声が嫌いだから？そんなわけないじゃない。ただ青空文庫はそれ以外の文庫と違ってネタバレが多くなっても問題ないと思っているから、抽象的な感想が少なくなってしまって、結果あかりさんのセリフが少ないだけよ。よくわかんなかったけど、今回たまたま少なかったんだね。これからも楽しく仲良く動画作成しましょう。本当に？じゃあ他のボイスロイドに浮気しない？ええ、しないわ。多分しないと思う。しないんじゃないかな。まあちょっと覚悟はしておいて。でも実際そういう正体のはっきりしている不安ならいくらあってもいいんじゃない。本当の病は得体の知れない不安なんだから。そして人は誰しもそういった不安を抱える瞬間があり、だからこそ全てをこっぱみじんにする爆弾を探す必要があるのよ。もしこの作品を読みたくなったら、概要欄をチェックしてみて、購入先のリンクを貼っておきます。幸いこれは青空文庫だから無料で読むことができる。所要時間は2から30分、中学生以上におすすめよ。ご視聴ありがとうございました。ございました。